はいどうも、ロッテの高卒ルーキー寺地くん、やっぱりエグかったミストです。はい、本日はですね、最強決定戦のパワースポから見る暫定版サイキッカー強化投手のテンプレデッキ編成5戦ということでですね、解説していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ですね、初日のデッキ、テンプレデッキと、思われたね、私も動画の方出させていただいたデッキから大きく、デッキ編成変わっておりますので、そのあたりをね、詳しく解説しながら、はい、今回のねデッキ紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。どう変わったかと言いますと、初日はですね、はい、まあ最強取られたねポンポンさんも、使っている通り、挑戦者合わせとかね、はい、神内の瀬とか時藤とかをね軸にしたデッキを多くね使われている印象を受けたんですが、2日目あたりからもうですね、水木ちゃんだったり山口だったり明神だったりね、はい、もうほかほか環境から強かったキャラがふんだんに搭載されたデッキが流行っているんですよね。はい、このことからもうですね、やる気効果アップというよりかは、もうコツイベントボーナス、まあコツイベント率アップも含めてね、もうそれが最強なんじゃないかなと。うん、今皆さんというか、トッププレイヤーの中では結論となっているみたいです。うん、もうね、オリジン環境になってからコツの経験点っていうのがマジでバカになんないんですよね。うん、もうコツイベントだけで6000点とか入るんで、はい、それを常にサイキッカー強化のねギミックとともに獲得し続けることによって経験点がね大きく稼げるっていう感じになってるんですよ。なんで一応ですね、今回のサイキッカー強化投手、やる気効果アップがフィーチャーされてはいるんですけども、結局やる気効果アップそんなになくてもよくねと、なってるのが現状でございます。うん、やっぱねやる気に依存するというねというのもちょっと使いづらいボーナスでもありますし、うん、結局ね交通イベントが発生しているそこそこ強い練習が来れば、うん、もう問題ないっていう感じになっちゃってるんですよね。はい、まあね、もう交通イベントが強いっていうのはもうね、ほかほか環境からそうだったんですけども、うん、まあこのサイキッカー強化環境でもね変わらずということでですね、はい、デッキ紹介の方をしていけたらいいかなというふうに思っております。まずテンプレ編成一つ目こちらですね。ルーカス、水木、山口、明神、クイーン、心、感動、サポートに泉谷、サイリさん、白金ということでですね、はい、こちらがまあ先発デッキで、一番ね、結果出てるデッキといっても過言ではないですね。はい、高校こういうキャラはルーカスと感動の2人で、泉谷ちゃんを獲得経験点上限9000点で使ってあげて、コントロール練習改革にサイリさん、スタミナ練習改革に白金を使っているっていう感じですね。はい、まあ、コントロール練習改革の枠は全然ここで神尾一ノ瀬とか他のキャラでも OK でございます。サイリさんをね入れてあげることによって、絵画のね、され回数が一つ増えますので、はい、まあ事故ってしまった時に、このね海岸増えることで大きく役立ってくるかなっていう感じですね。はい、でもメインデッキに関しては、うん、まあ、やり効果アップってよりかはもう完全にコツイベントボーナスが高いキャラという感じですね。はい、まあ、唯一そのやる気とコツイベントボーナスを兼ね備えてるのは、ルーカス、クイーン、心、感動、この3体くらいです。他3体はもう完全にもうコツイベの鬼といった感じですね。はい、で中でも水木ちゃんは、オリジナル変化球が確定、はい、でさらにコツが少ない、伸びとキレとね、クロスファイヤーだけ、はい、なのでここを潰してしまえばもうコツ経験点確定、はい、でコントロール練習なんで、クレアボヤンス50、を、持っていますので、はい、まあ、クレアボヤンスの数値がねかなり安定するっていうのも強みでございます。はい、でこの山口もコツが少ない、は
はい、タイピンカチュン、まあ、カチュンはね次回潰すとして、あとスタミナコツあるんですけど、まあ、それはもらえて嬉しいですしね。はい、で、変幻自在取れますので、高校筋肉と合わせて新変幻自在することができます。査定を大きく上げることができますね。はい、で骨イベントボーナスも、200% ありますよということで、経験点をねルーカス並みに獲得することができます。水木ちゃんも同様ですね、骨イベントボーナスが 200% ありますよということで、はい、もう骨イベントボーナスがすごいです。で名字に関してもコツはちょっと多いんですけどもね。はい。まあ、強いコツ多いですし、コツイベントボーナスが、こちらも 200%。はい。で、一応まあ、受講た時のマックスパドリンクもありますよ、ということで。はい。もう、なんだかんだ、コツイベントボーナスゲームになりつつありますね。で、一応、球速4、変化3なんで、ここで、まあ、タックが被ると、まあ、特大経験点も狙えるっていう感じですね。はい。だ思い返してみれば、結局なんか昔のサイキッカーと同じ感じなんだよね。うん。若干、得意練習固めて、でかい経験点を狙うっていうところも結局一緒なんで、うん。なんかやる気効果アップよりも、そのコツイベントボーナスが強いとなるんだったら、なんか強化サイキッカーというよりかは、もう通常のサイキッカーが、なんか、帰ってきたなっていう感じはしちゃっております。はい、ということで、まあ、先発のデッキはこれが組めれば、うん、間違いないかなというふうに思ってますね。はい、で次が、まあ、先発で、2番目に結果が出てるデッキですね。はい、なんですけども、クイーンココロのところが、かぐやに変わっただけでございます。はい、でかぐやはね、何がいいのかなというところなんですけども、適性はね全然ありません。やる気も骨壺乱も全然ありません。はい、ただ友情特殊力が増える、シンプルに査定が伸びるんで、うん、これだけで強いっていう感じですね。はい、まあ、なんかもう何でもありですよね、こうなってきたら。うん、だからまあかぐやのびっくりをなんか別に踏まなければ、単純なシンプルにね査定要因として、躍動してくれますので、はい、まあ一人くらいね適性がないキャラがいても、まあそんなに気にならないかなっていうところなんですよね。はい、なんで全然このデッキでも問題ないかなという感じでございます。うん、まあ練習性能は高いですからね。はい、まあこのかぐやも、まあ、シンプルに使えるかな。あ、てかそうだ、一応やる気 150% あるんだ、かぐや忘れてた。そうだよ、 かぐややる気 150% あるんだ。うん、なんで、コツイベントボーナスはないですけども、あ、全然かぐやでいいっすね、そう考えたら。はい、ということで、すいません、ちょっと、見落としていたんですけども、うん、ところで私はちょっとオール50でね組めるんでね、ちょっとこのデッキでやって、ちょっとサクセス等も出していこうかなとは思っております。スタミナ上限を大きく詰めるのも魅力的な点ですよね。はい、で次中継ぎデッキですね。はい、こちらなんですけども、明神を使ってたところ、明神かぐやを使ってたところに大神を入れた感じですね。はい、でまあこの大神がですね、謎に適性が高いと、急速変化の2種連で、やる気効果アップなんと 150% 持っております。骨イベントボーナスはないんですけども、はい、まあ四股のリリーバーはもう彼しかいないので、はい、中継ぎ作るんだったらもう彼を入れるしかないというところで、もう、うん、必須級の性能ですね。まあちょっとコツはいまいちなんですけども、うん、まあイベントでチームメイト評価上げてくれたりですね、イベント面は優秀ですので、はい、まあ中継ぎデッキには欠かせない存在かなというふうに思ってます。サポートは変わらず、まあこの3体という感じですね。で中継ぎ2番手のデッキがこんな感じ。はい、まあクイーン心をね持ってない方も多いと思いますんで、まあそこに明神をぶち込んであげたっていうデッキですね。はい、こうすることによって、まあ一応ね球速4変化3っていうね、ところは維持できますので、はい、このデッキ編成でも問題ないかなという感じでございます。サポートも変わらずですね。はい、というところで、もう結局ね球速変化固めっていうのは変わらずというところで、はい、もうすごいですね。うん、もうなんかそんなにあれだね、ほかほか時代とデッキ変わってないですよね。変わったのルーカスと感動だけっていうねはい、っていう感じでございます。あ、ごめんなさい。でまあ最後になりますけども、一応、初日までテンプレデッキだったデッキも合わせて紹介していきたいと思います。ルーカス、カミュ、一ノ瀬、挑戦合わせ、時と王、クイーン心、感動、サポートは、変わらず泉谷、秘密兵器サイリ、
白金という感じでございます。うん、というところで、まあこのデッキも全然悪くないんですよ。こここいキャラ3体いてね、うん、全然悪くないんですけども、やっぱ火力が出ないね。うん、なかなか7万点超えられないこのデッキだと、うん、やってて思ったんですけども、うん、というのもやっぱね、合わせが骨イベントボーナス持っていなかったり、うん、時とがまあちょっとね、常設キャラの高校固有キャラというところであんまり火力が出ない、うん、というところが挙げられますね。はい、で神一ノ瀬も弱くないんですけども、うん、やる気効果アップが 50% 骨イベントボーナスもね、170だったかな、160か、うん、というところで、ちょっとなんか山口とかと比べるとね、なんかちょっと中途半端な性能なんですよね。うん、といったところで結局なんかこのデッキはどんどんなんか陥落していった感じでございます。まあ弱くはないですよ、弱くはないですけども、じゃ火力のこと考えたら、まあさっきまで紹介していったねデッキと比べるとちょっと落ちてしまうというところで、結局はね、まあ、最初紹介した4つのデッキ、うん、先発はまあ基本的にこの2つ、中継ぎはこの2つのデッキが、うん、いいんじゃないかなという感じになっております。はい、ということでね、はい、まあ、最初にね、骨イベントボーナスをね、が強いんじゃねって思ったね、方の、うん、洞察力といいますか、そこにはちょっと頭が上がんないですね。はい、というところで、うん、まあ、結局、まあ、デッキの組み合わせ的にもね、はい、今まで他から使ってたキャラを、まあ、そのままぶち込めばいいっていうふうに考えたら、組み合わせ的にもね、あると思いますんで、はい、まあ、全然ね、こちらのデッキでサクセスやってみてはいかがでしょうか。で、クイーン心に関してはそのうち復刻してくれると思いますんで、はい、まあ、一心に余裕があるという方はクイーン心をね、取りに行きましょうという感じでね、今回の解説終わりたいと思います。チャンネル登録したい方はぜひよろしくお願いいたします。それでは失礼します。